うかな。ん？なんか足に当たったような。クレヨン？もったいないからもらっちゃった。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。着いた着いた。あ、フランさん待ってたよ。何して遊ぶ？私、お絵かきで遊びたい。いいね。じゃあ僕は車描いてみよう。はい、くもりん天才です。サンサン楽しそう。何描いてるの？これは僕の友達だよ。まあ、怖いよ。誰なの？この子、こんな友達いないでしょ。そんなことないよ。ほら、とっても上手でしょ。うわー、いっぱい書いてる。サンサン、冗談よしてよ。そうだ、みんなの似顔絵描こうよ。そうだね。私はサンサンを描いてあげるね。僕はプリル。僕はクモリンを描くよ。できた。私も。僕もできたよ。いやー、これがクモリン。僕こんな顔してないよ。そうよ。今日のサンサンおかしいよ。もう知らない。にゃ、行ってて。大丈夫クモリン。お猫怪我しちゃった。これって何？このクモリンの絵も頭を抱えてる。絵と同じことが起きてるのかも。もうサンサンやめてよ。わあ、サンサン。なに？僕何かしてた？何も覚えてないの？この絵のせいで僕怪我しちゃったんだよ。これもサンサンが描いたんだよ。僕知らないもん。あ、サンサン、どうしちゃったんだろう。僕は何もしてない。痛い。え、なんでここにクレヨンが。暗くなっちゃったね。
そうだ、このクレヨンはあっちの川に流しちゃおう。怖かった。これで大丈夫だね。みんなに怖い思いさせてごめんね。今日はいい天気ね。みんなと何して遊ぼうかしら。あら、大きなカエルさん、かわいいわね。これはクレヨン？テープで留めればまだ使えそうね。今日はサンさんたちと工作をしようかしら。メモリー！なに？僕のアイス食べたでしょ。だって誰のか名前書いてないもん。もうクモリンたら、謝るまで許してあげないようだ。サンさんのケチ。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。どうしたのクモリン。サンさんのアイス食べちゃって喧嘩しちゃったんだ。それはごめんなさいしないとね。ふーん、でもどうしよう。今日みんなと食べようと思ってアイス持ってきたんだ。スリル。でもさっきあんなに怒ってたし。じゃあサンさんを楽しませてあげようよ。あ、そっか。それなら僕はお菓子いっぱい持ってるから、お菓子パーティーもやろうよ。いいね。あ、もっといいこと思いついた。ソフトクリームにいちご味のチョコをここに乗っけて、小さいチョコはおめんめんにして。何してるの？楽しいことだよ。割ったビスケットを刺したら、あー、ニワトリさんだ。アイスが変身しちゃった。面白いでしょ。みんなも作ってみたいと思ったらグッドボタン、もっと作ってサンさんにプレゼントしようよ。サンさんも喜んでくれるかも。僕も作ってみようっと。いちご味のチョコをアイスにちょんちょんちょんっと、キャラメル味のお菓子ものっけちゃおう。チョコのお目目にカラフルチョコでお花をつければ。はぁ、サンさんだ。かわいい。くもりん天才です。じゃあ私はカップアイスを丸ごと使ってみようっと。今度は何になるのかな。このアイスをお皿に丸ごと乗せます。プリンみたい。次はクッキー丸ごと2枚アイスの上に刺します。いちご味のチョコも乗せて。動物さんの耳かな。あとはチョコで目と鼻をつけて、お菓子のお口もつければ、ノアさんのアイス。わあ、かわいい。僕もやってみる。アイスドーン。お菓子で角をつけてチョコをちょんちょん。何になるのかな。チョコの棒も使うよ。小さく折って乗っけて刺して、できた。あ、くもりのアイスだ。サンさん喜んでくれるかな。あー、ちょっと言い過ぎちゃったかな。よし、くもりん、サンさん見てみて。あ、これはサンさんに喜んでほしくて作ったんだ。くもりん頑張ったんだよ。デコレーションしてみてね。僕もっと作る。そうだ。わー、くもりー、ただいま。お外楽しかった。あれ、ズクモ。ズクモいないの？あー、あれは赤ちゃんか。赤ちゃん？なんで赤ちゃんがいるの？サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。なんでお家に赤ちゃん？おかえりなさい。お隣さんの赤ちゃんを預かったのよ。そうだったんだ。私はお使いに行ってくるから、赤ちゃんのお世話よろしくね。僕たちだけでできるかな。大丈夫だよ。僕たちと一緒に遊ぼうね。ほら、ガ
っと、何これ。違うの、赤ちゃんが急に走り出して僕たちのこと襲ってきたんだ。赤ちゃんがそんなことするわけないでしょ。おとなしく座ってるじゃない。え、なんで。さっきまで暴れてたじゃん。もう、そんな嘘つかないの。早く片付けなさい。なんで僕たちが怒られるの。くまりん、赤ちゃんにミルクをあげてくれる。お腹が空いていたのね。ほら、お醤油買い忘れちゃったわ。すぐ戻るから、またお留守番よろしくね。すぐも行かないで。また僕たちだけになっちゃった。わー、ミルクもう飲み終わってる。あー、外はダメだよ。追いかけなきゃ。どこ行ったんだろう。ダメじゃない。だって早く遊びたいんだもん。ねえ、さんさん、いっ、ごくん、ごくん、ちょっとさんさん、飲み込んでない。あれ、なんかさっきより大きくなってる。お腹すいた。え、なに。グッズ売ってるよー。
ジガジガジガジ。硬くて噛めないのかな。ガジ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 。あ、サンサンどうしたの。ペー、さっきのヘビ。ペペペ。わあ、食べたもの全部出てきた。あれ、僕は今まで一体。サンサン戻ったの。よかった、食べたものもみんな無事だね。え、僕がこれを。あれ、ご飯がそのまま出てきてる。そっか、噛まないで飲んでたんだ。そういえば、食べても食べてもお腹がいっぱいにならなかったことは覚えてるよ。丸飲みしてたのに、お腹がいっぱいにならなかったの。丸飲みしてたからよ。つくも、よく噛まないと、脳がまだお腹が空いてるって勘違いしちゃうの。それで食べ過ぎてしまったり、お腹を壊してしまうのよ。それに、よく噛まないと丈夫な歯が作られないのよ。あ、さっきのサンサンは歯がなかった。だから噛まれても痛くなかったんだ。そうね、屋根をよく噛んだからきっとお腹がいっぱいになったのね。そういうことか。早く遊びたくて噛まずに食べてたけど、今度からはよく噛んで食べるよ。そうだよ、こんな風に。お絵かき。